始まりましたハローミキティチャンネルです。一度すっぴんを出したらもうすっぴんなんて怖くないって思ってるぐらいすっぴんの回数が多いです。一応私も36歳で元アイドル、まだまだ可愛いと思われたいんですが、もう諦めかけてます今日はですね、もうちょっとこうチラチラって見えてますけど、前回もね、あの一緒にやっていただいたこの方をゲストにお呼びしております。川北さん、こんにちはお願いします。お願いします。約束守ってくれましたね。いや当たり前じゃないですか。春夏に来て、はい、秋冬季節が変わったら来ますよって言ってたんです、うん、もうお会いしたかったんですよ。嬉しい。記事もいつもチェックしてます。藤本美貴って言ってたらさすがって言ってますからやだやだ。いや本当にすごいズバッとこう言いたいことスパッと言ってくれてる感じが ね、気持ちがいい。感動しましたよ、はい、本当ですか。子育てしてる親からすると、うん、もう藤本さんの意見ってもう本当に素晴らしいなっていう感じ、うん、すごい、もう大ファンですよ。本当ですか、ありがとうございます、はい、素晴らしいです。この YouTube でもね結構勝手に悩みを解決してますけど、うん、あ、聞きたい。口内炎できたらどうします口内炎か。まずビタミン C ちゃんと取りますね。おー、だからしっかり中から、うん、あとほっときます。私噛みちぎるんですけどどう思います治る。ちょっとやってみてください。治るのすごい早いからあとはよく食べてよく寝るで生きてますなるほど、素晴らしい。今日は秋冬こういうメイクいいんじゃないってやつを教えてください、はい、もちろんです。5分でできるやつね。5分で早くできるやつこの間できるようになったんですか。なりました。コンシーラーとかは本当にここと、うん、あのここのニキビ跡とかをちょっとやって、うんうんうん、あのスポンジピピピってやってますよ、はいはいはい、できるようになりました。なりました。ちょっと1回チェックしていいですか。え、ちょっとやだちょっと試すようなことはやめてくださいよ。言うじゃないですか、できるようになったなったって。なったなった。一度ちょっと一応見せてもらっていいですか。本当に、はい、ちょっと見させてください。あのいきなりね、申し訳ございません。こうやって、うん、何の打ち合わせもなしにね。本当だよ本当だよ、はいはい、こうやって塗るじゃないですか、はい、塗りました。でもペペペってやって、はい、ペペペですよ、はい、これで、はい、すごいすごいプロ、はい、お母さんは急いでるから。そうね、顔はだってここまでが顔でいいんですもんね。そうなんだ、日焼け止めは全部塗っといてほしいんですけどね。あ、そっか、じゃあもうちょっと伸ばすかそしたらオレンジね、まずはオレンジを、はい、クマ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 、はい、クマにね、もう上手。白も、うん、ここ下、あーすごい、あーすごい、本当にやってる。言われた通りでしょ忠実に守ってんだから、うん、本当にできてる。伸ばす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 、はい、わ綺麗。ほらほらほら、すみません、ちょっと疑っちゃいました。合格もらえました。いやもう合格どころかもう本当にもう素晴らしいな人でしたで、おでこはね、はい、前髪があるからスムースパウダーの方がいいですよってお話ししたと思うんですけど、はい、めちゃめちゃこれ良かったです。良かったですよね。夏すごい使ってました私。あ、良かった。もうテカリ知らずでロケ行ってもどこ行っても使えるでしょ。本当そう、はい、気になるところもうささってやっちゃいますからね。手触りがやっぱりベタベタしてないと、うん、気持ち的にも涼しくなりますよね、うん、分かります分かります。汗ばむ季節が、汗かくなとかいう時はぜひやっておいてもらっていいかなと思ってます、うんうんうん、秋冬は今すごいスキンケアしっかりやられてね、やってくれたんであれなんですけど、はい、うん、やっぱり乾燥するじゃないですか。するマスクをしてさらに乾燥しやすくなるので、うんうん、今ぐらいのツヤ感をちゃんと残しておいてほしいです。あ、これくらい、はい、結構ツヤっとしてますね、はい、してていいと思います。他のところはパウダーとかで抑えていく。頬だけでいいのでしっかりとツヤを残しておくといいと思います。秋冬なんてもうこのツヤすらもうすぐ吸収されちゃいますもんね、うん、そうなんですよ。例えばオイルとかブースターとかこういうのしっかり多めに使うとか、うんうんうん、夏はさっぱりめでいいんですけど、うん、冬はやっぱ朝もちゃんとしっかり使う。なんかどのタイミングで塗るのが正解なんですか。大体は洗顔後、うん、一発目に入れてほしいです。あ、最初に。最初に水分がバンと入りますから、メーカーによって言ってることは違うんですけど、大体そんな感じで思っていただけると。そうなんだ。秋冬は絶対使ってほしいなと思ってます、ね、うんうんうん。それでも乾燥するなとかっていう人たくさんいると思うので、うんうんうん、そういう方はハイライトをうまく使っていただければいいんです。もう頬だけちゃんとツヤを与えてあげると。うんうん、ほら、あ、もうピッカピカじゃない。ピッカピカになります。これ乾燥を防いでくれますから。マスクするから取れるんですけど、うん、乾燥を防いでくれると思うと保護の代わりにこうやって使うといいです。そうか、はい、この間もう簡単なメイクをやれたので、はい、秋冬じゃあどうすんねんってなった時に、うん、まあいろんな色流行っておりますと。今何色が秋冬は流行ってんですか。秋冬大体当たってくるのがボルドーとか、あ、うん、グレーとか、うん、
まあ、カーキとか、はい、でもそんなあんまり考えなくていいかなと思ってて、今日のファッションに合わせるってことが大事。オレンジにします。オレンジ、うん、藤本さんといえばヘルシーなオレンジ、オレンジ、はい、夏っぽい色なんですが、うん、やっぱ顔に明るさがあってもいいじゃんよと、はいはいはい、いう感じで思ってますんで、そうですね、はい、まあ、いわゆるこれテラコッタみたいな色なんですけど、うん、でこれもう逆グラで入れてください。逆グラって言うと逆グラ、上がそうです、上が濃いんですよ。濃い、で少し薄めに塗っていきます。逆、はい、グラで塗ると、はい、塗ると色がちゃんと発色するんです。そうですね、はい、あとは目の際にクリームタイプがいかないのでよれにくくなるんですよ。確かに、うん、って感じですね。うっすらです、うんうん、これうっすら入れるだけでいいんですよ、うんうん、うっすら。これをドーンと濃く入れようとすると失敗します。そっか、パウダーでこのオレンジの色ね、うん、まず一回手にこのクリームが乗ってますよね、はい、この上のところにトントンと乗せます。もう一回、はいはい、すると粉がもう飛ばないんですよ。もうクリームついちゃってるから。ああ、だからそこでトントンしてる。そうなんですよ、そうなんですよ、そうなんですよ、そうなの、はい、はい、するとおお、大人っぽい。逆グラデーションだと色がより、うん、出てる。そうなの、だから簡単なんですよ。なんか二重の人って、うん、この二重のところに塗ると、うん、塗ったんだか分かんなくなってくるんですよ。全部こう二重のこの間に入っちゃうから、溜まっちゃってね、はい、入っちゃってね、うん、私オレンジ塗ったのに出ないじゃんみたいな。そうそうそう、このやり方逆グラ、え、すごくないですか。ちゃんと出てるけど濃くなくて。そうなの、そうなの、そうなの、なんか色も落ち着いてるし、で、かっこいいでしょ。かっこいい、一瞬でできちゃうんですよ、これ。今塗ってないところありますよね、はい、目の際のあたり、うんうん、ここはブラウンのペンシルでさーっと締めちゃえば、うーん、これで5分でできちゃうんじゃないですかと。はい、あ、本当だ。これだってよれる場所がないでしょ。よれる場所がない。ここの隙間も逆にどうすんだって思ってたけど、うん、それで埋めるってことですね。埋めちゃうの、ペンシルで埋めちゃうの。はぁ、これもなぁ、もうすぐパパッと習得しちゃうんですよね、こういうのね。しますよ、すぐ、ね、どうすか、ちょっといつもと違いません。いい、ヘルシーな感じかも、ね、秋冬にヘルシーなイメージあんまりなくないですか、なんかこう、ね、その考えやめてほしいんですよ。夏はヘルシーにって、なんか いやいや言い方にちょっと言い方がちょっと秋冬でもいいんですね。いいんですよ。で、今度は黒でもいいんですけど、ブラウンのマスカラでさーっと自然にちょっと見せるっていうか、あら、いい、いいですよね、うん、黒で締めなくてもうブラウンでわざとやっちゃう。ここでちょっと強い感じも出てるから、うん、黒だと強すぎるかもしれないですね。もうあと眉毛だけですから。だってマスクこうだもんね。そうなの、そうなの、そうなの。ちゃんとメイクしてる感もありますね。出ましたよね、うん、さあ、あと眉毛ですよ。この間とやり方一緒なんですけども、はい、ワックスパウダーですね、このアンダーラインちゃんと描いていきますと、はい。眉毛はなんか流行りの形とかあるんですか。わ、もうね、ほとんどないと思ってください。あ、もう何でもいい。はい、何でもいいというか、ここがまっすぐであること。あ、うん、ここが下がらないってことが大事です、日本人は特に。そうなんだ、はい、ここにちゃんとラインを入れることで彫りが出てくるので、うーん、顔の彫りを作ってるんですよ、これ。このアンダーラインがまっすぐ取れたらもう失敗はないです。で、ここからさささっと色をつけていきます。はい、ちょっと今オレンジニュアンス入ってるの分かります？うんうんうん、分かる。匂わせオレンジ。何これ、どういうこと？ちょっと匂わしたんですよ。この縁だけオレンジみたいなことですか？そうそうそう、ちょっとオレンジ入れてるんです。洒落てるでしょ。うん、なんかこのアイシャドウからのこのつながりが。そうなの、いいこと言った。いいこと言った。そうなの、ここに三色パレットオレンジのニュアンスちょっと入れてあげるんですよ。これだったら、うん、いけるでしょ。いつもさっきオレンジって言われるの嫌じゃないですか。確かに、頑張ってオレンジ入れてるやん、あんたって言われないで済むというか、うん、よくよく見たらぐらいなのがベストですね、うん、なんかね、うん、アンダーラインをまっすぐ描く。で、毛のないところをこうやって足していく、うんうん、毛のあるところ足しちゃうとどんどん濃くなっていくんで、まず毛のないところを仕上げていくって感じですね、うん、最初はブラウンを塗っていくんですが、うんうん、塗っていくところも毛のないところですね。地毛は黒いじゃないですか、うんうんうん、それでも全然平気なんですね。問題ないんです。へ、下のラインをまっすぐ描いて、まず毛のないところを攻めていく。それだけまず覚えてください、はあはあ、で、オレンジをここから足していきますね。はい、だいたい描き終わったら全体にふわーって柔らかくオレンジをかけていくんです。印象がだいぶ変わったんじゃないですか。なんか、うん、おしゃれ。今オレンジかけてるんですけど、うんうん、毛をオレンジの眉マスカラもあるんですけど、これにしちゃうと結構オレンジ感出るんで、うんうんうん、こうしといてブラウン重ねるんですね。でいいんだ、はい、で毛をちょっと柔らかく
染めてあげるとニュアンスが、本当だ、なんかニュアンスオレンジでしょ、一体化しますね、ちゃんとね、うんうん、これポイントですね、オレンジ眉毛に入れるって思ったことない、できたんちゃう、これもうできたんちゃう確かに、だってもうこうですからね、あ、ほらほら、おはようございますってほら、めっちゃ可愛いんちゃう、ちょっと秋冬感すごい出てると思う、このオレンジでしょ、大丈夫でしょ、なんかこう全然大丈夫、一応ね、うん、リップもやっときましょうか、はい、でここで間違っちゃいけないのは、うん、オレンジのリップにしてしまうと、うん、サマーチューンかかってくるんちゃうみたいな、そっか、まだ夏抜け切れてないねみたいなね、そうそうそう、一回軽くリップペンシルで唇を整えて、これマットリップをちょっとこう内側につけます、うんうん、内側にさーっと塗っていきます、これをトン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 とこうやって指でやると、うん、そんなに嫌じゃないはずよ、ほら可愛いじゃん、そんなに嫌じゃないはずよあ、すごい、どう、ちょうどいい、ちょうどいいでしょ、これ何、オレンジなんですか、そう、オレンジブラウン系ですね、どっちかというと、これどう、ちょっとマスクしてみてください、これで、え、もうマスクするのもったいないないやいやいや、リップが可愛いのに、ほら、あ、いいじゃん、なんか幼稚園でおしゃれと人気のママな感じじゃない、いやいや、めちゃくちゃ人気ですよ、もうちょっとですよ、ほんのちょっと頑張っただけですよ、5分でできちゃうでしょ、できる、これはできる、できるよね、うん、無理がなく頑張ってる感もなく、とっても可愛い、とっても可愛いんですよおしゃれすぎても、うん、あれだし地味すぎても良くないし、うんうん、絶妙な茶色オレンジみたいな、なんか分かります私どっちかといえば地黒じゃないですか、はいはいはい、それでもなんかこうパーティータイムならず落ち着いてる、これまた新しいメイクができます、できましたね、そんな細かいことはない、うん、ないです、あの眉毛のここのここだけちょっとちゃんと頑張って、そうです、まっすぐ描けば、あとは細かいことはない、何もない、もう完璧です、頑張れば鏡なしでもいけそうなぐらい、いや、そうですね、前に来たらもうおぺぺですから、うん、はい、ちょっと嬉しい、これは本当にあのー地黒な方も色白な方も合うし、ね、うんうん、簡単だしすぐできる、できます、眉毛のオレンジ使いをちょっと気をつけて、そうです、ね、オレンジすぎず、ちょっといい動画ができたんじゃないでしょうか、いや最高です、本当にありがとうございました、ということでこの動画いいと思った方グッドボタンとチャンネル登録お願いします、以上ハローミキティチャンネルでした、川北さんでした、ありがとうございました、この動画が面白いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。以上、ハローミキティチャンネルでした。